こんにちは、デリッシュキッチンです。豚ロースとジャガイモのテリマヨ炒めを作ります。ジャガイモ2個は皮をむいて8ミリ幅に切ってから薄切りにします。5分ほど水にさらし、水気を切りましょう。豚ロース薄切り肉 200g は1センチ幅に切ってボウルに入れます。酒大さじ1と塩少々、片栗粉大さじ1/2を加えて揉み込みます。サラダ油大さじ1/2をフライパンで熱し、豚肉を入れて肉の色が変わるまで中火で炒めます。じゃがいもを加えて色が透き通るまで炒めましょう。酒大さじ1、砂糖小さじ1、醤油大さじ1を加えて炒め合わせて火を止めます。マヨネーズ大さじ1を加えて混ぜ合わせましょう。器に盛り付け、細ネギを散らして完成です。以上、デリッシュキッチンでした。